今度全体的な話になりますけれども、ソーシャルメディアについて使用に関するルールを定めてしっかり運用する、それから、全庁的に規約を作る必要があるかという点についても今後検討してみたいというふうなお答えを、いただいております。この情報セキュリティ基本方針というものが、ね、ありまして、その中でルールを定めるとしていますというお答えが以前あったんですけれども、ソーシャルメディアについて使用、ソーシャルメディアの使用に関して、そのハード面とかパスワードの変更とかそういった技術面ではなくって、公の秩序であるとか宗教とか表現などそういった倫理面の明確なその規定があるのかどうかをお尋ねします。SNS の関係につきましては、非常にその、進展が早いといいますかですね、Facebook、Twitter、LINE、インスタと、さらに最近では AI チャットボットですとか、これからの技術としてはチャット GPT なんか、いうことも取り上げられて、非常にこう、スピードの速い世界だというふうに感じております。こうした中、ですね、運用ポリシーみたいなものを個別に整備しながら順次対応してきているというところが現実なところでございます。しかしながら近年ですね、田島町の中には統一的なものも作り始めているところも出てきているということも認識しておりますので、新しくデジタル推進課の体制ができましたら、そういうところもですね、全体にかかるコーディネートの役割としてしっかりと役割を果たしていきたいというふうに考えております。以上でございます。はい、個別の運用ポリシーも必要かと思いますが、先ほど部長言われたように、全体のソーシャルメディアの運用指針方針というものが必要だと思います。返信のルールを決めたりとか、緊急時はどういうふうな対応になるのか、それから免責の事項であるとか倫理面、書き込みの削除とか著作権、さまざまなことが関わってくると思いますので、市民がちゃんと見て分かるものを提示していただければと思います。タブレット等をお持ちの方々には、例えば御殿場ソーシャルメディア運用方針などと検索していただくと、ポンと分かりやすいものが出てきます。そういったものを、参考にしていただくのもいいかと思いますので、田島町とも先ほども部長言っていただきましたが、田島町も参考にしながらそういったものをぜひ作っていただきたいと思います。それからですね、ホームページです。笠岡市のホームページ、皆さん執行部の皆さんもホームページに載せていますとか、ホームページを見てくださいというようなことを言われるんですけれども、笠岡市のホームページの運用指針というのはあるのでしょうか。運用指針というふうにぴったりとこう当てはまるかわからないんですけども、ウェブアクセシビリティガイドラインといったものを SMS 上、SMS ではないですね、 CMS ですね、コンテンツマネジメントシステムということで、各、ホームページ担当者がそのシステムを使ってホームページの更新作業をするんですけども、その中で中身を見ながら作業ができるような仕組みを作って対応しているというのが今の状況でございます。以上でございます。皆さんが見て分かるその指針、運用指針というものが私はないというふうに今お答えいただいたんですが、ないというふうに認識をしています。例えばですね、笠岡市のリンクの基準はあるのかなと思ったら、おそらくですよ、私が伺う中では担当課長がリンクを貼っていいのかどうかっていう問い合わせがあれば判断をして、で載せるとか載せない、リンク貼るとか貼らないとかいう、それぐらいの曖昧な感じだと思うんですが、今この笠岡市のリンクの基準っていうのはどうなってるんですかね。今手元にですね、そのガイドラインがあるんですけども、リンク設定上のルールというものはこの中にはございます。一般論というかですね、例えばその、悪い例、良い例ということで、リンクテキストだけでリンク先を予測できないようなもの、防災に関する情報はこちらとか、いうところでも、どこをリンクかけるのかという、どこの文字の部分にリンクをかけるべきなのか、良い例は全体にかけると、こちらの部分だけにかけるのは悪い例ですとか、そういった形で、基準といいますか、ガイドラインという形での、方針というかですね、そういうのは整えているという状況でございます。この情報社会の中でいろいろな方がいろんなツールを使って笠岡市にリンクを貼りたい、もちろん歓迎ですよね。笠岡市を発信していただくことにもなることですので、リンクの基準って私必要だと思うんですね、特に。で、例えばですね、
笠岡はリンク、リンク笠岡のリンク笠岡リンクって検索すると笠岡市がリンクを貼っているところがザーッと出てきます。で、その基準が分からなければその自分が貼っていいのかどうか、先ほどの曖昧な表現はダメだとか、そういうことも含めて必要なんじゃないかと思うんです。で、例えば新潟市さんだとリンク基準原則というのがあって、公序良俗に属さない、反しないもの、アダルトコンテンツを含まないもの、それから特定の商品や思想等の宣伝を目的としていないもの、選挙の事前運動、選挙運動、またこれらに類似するものや公職選挙法に抵触する内容を含まないもの、不正アクセスとかいろいろあるんです。で、これを見てみるとですね、まあなるほどそうだろうなと思う基準です。で、特別なものじゃないなと思いました。で、この中でですね、以前から私お願いしてるんですが、市長の外部リンクのフェイスブック、これ外した方がいいと思うんですよ。他の市町村のそうリンク基準を見ると明らかにですね、選挙の事前運動、選挙運動、これに関わるものは外せと書いてあります。ダメだと。市長の、市長のところありますよね、市長室みたいなそのホームページ上にね、そこに市長の活動載ってるんですよ。それなのにさらにフェイスブックに外部リンクが貼られていて、この外部リンクにか市長の外部リンクに関してはリンク集の中に上がってこないんですよ。これどういう区別差別と思って、見ました。どうでしょう、改めてお伺いするんですが、市長のそのフェイスブックっていうのは選挙運動にも関わることですので、あと1年で、ね、もっと早いのかもしれませんし分かりませんが、外していただくことはできないでしょうか。リンク基準というもの自体ですね、ちょっと私も初めてそういうものがあるということを承知しました。どういうものかというものをきっちり中身を見て考えていきたいと思います。以上でございます。公職選挙法に抵触することにならないかなと私心配してるんですよ。その辺はいかがお考えですか。市長でも構いません。市長の外部リンク、フェイスブックに貼るっていうことが公職選挙法に抵触することになるんじゃないかと私基準を見て心配したんですが、それはご自分ではどのように思われてますか。公職選挙法に抵触するかどうかにつきまして、ちょっといろんな事例も調べながら対応、適切に対応できるようにしていきたいと思います。以上です。はい、しっかり精査していただいてご検討いただければと思います。探さなければわからないような運用指針ではなくてですね、市民がパッと見てルールが明確にわかるように、ルールがですよ、ルールはルールですからね、勝手に変えることはできないんです。自分がルールじゃないんですよ。ルールを守った運用をしていただきたいというふうに思いますが、それはできるでしょうか。すみません、ありがとうございます。先ほども申し上げましたが、まずそのリンク基準というものがどういうものかしっかりと見させていただいて考えさせていただきたいと思います。以上でございます。ルールを作ったらルールにのっとって運用をしていただきたいんです。それができますかという質問なんですが、ルールそのものがどういう形のものなのかというところをしっかりですね認識してですね、その上で適切に運用してまいりたいというふうに考えております。